平助盛赤間神宮の七聖図か。前列右から三番目が助盛の破壊し、平ラスは平安時代末期の平家一門の武将。平清盛の嫡男である平良重盛の次男。母は藤原近盛の娘。以下は十三味まで少女。新三味中将と称された。和歌に優れ、新直線は歌集、風川歌集に名を残している。花王二年七月三日。 摂政、松戸の元房の牛車と行き違った時に、牛車から降りず下馬の礼を取らなかったため、元房の家来と乱闘騒ぎを起こしてスケモリは地軸を受けて逃げ帰った。これを知った父、重森は元房に対して徹底的な報復を行っている。この時の九条金金の日記、玉葉にはスケモリを着難と記されており、また、 同年12月以前においては、イボアニのコレモリよりも、カニで上回っていたことから当初は、シゲモリの着難として扱われていたと見られている。自称3年ウルー7月29日、父、シゲモリが死去すると、叔父の平宗盛が当領となる。シゲモリの失足が一問で微妙な立場となる中で、スケモリは、小白ラ法王の謹慎を務めている。自年月のみのの兵では、 おじの平友森とともに、大見国へ出陣して、反乱軍の鎮圧に当たった。要は元年うるう2月4日、祖父、清盛が死去する。受影2年5月、これ森を大将軍として、北陸道に派遣された、兵士の追悼軍が、栗から峠の戦いで大敗し、源氏の反乱軍が塔を目指して進撃してくる。7月半ば、兵士一門は軽防衛のため各所に派遣され、助森も、 家人の平定義と共に戦記を引いて、宇治田原へ向かった。機内の武士が反乱の動きを見せ始めたことから、当領宗盛は景を、一旦離れ西国へ下校する方針に変更、派遣された一門の武将は景に呼び戻された。この際、宗盛は、後白河院に対し、助盛は戦時を受けて院より派遣されたものである。ことから、小松家の軍勢には、院から、帰京命令を出し、 自らの一門は、私的に派遣しているので自ら呼び返す胸を述べている。スケモリら小松家が一門と別に独自の行動を取っていた様子が見られ、25日に一門が通、落ち延びた後も、翌日経営に戻ったスケモリは、連下王院に入って、ご白河院に庇護を求めている。しかし、院への取り継ぎは叶わず、スケモリは、翌朝経営を離れて、兵士本体に合流する。 小松家の有力家人であった伊藤忠義は出家して、宮古内には同行せず、小松家と一門の分裂が表面化していた。平家物語の太宰府落ちで助ケは、元重森の家人であった文護国の尾形小型恒良の説得工作に向かって追い返されているが、極洋の樹英3年2月19日上に助ケと平貞良が文護国の住人によって拘束された風文が、 記されている。樹影2年10月、兵士は、九州、大財府を追われ、四国の八島に向かうが、この際に、定吉が出家して一門を離脱した。樹影3年正月、八島に拠点を置いて一時勢力を回復した兵士は、摂津国、福原まで進出。正月末に、吉中を滅ぼした、源頼朝の大官源、の頼、より、吉常の軍勢が、兵士追悼に向かう。 スケモリは、弟のヒラアリモリ、モロモリラと、ハリマ国造草山に陣を置くが、ヨシ軍の野衆を受け、佐ヌキ国、ヤシマへ敗走した。その直後の2月7日、一ノ谷の戦いで兵士は一門の多くを失う、大敗を喫する。平家物語によると、同年3月、一ノ谷の戦い前後に戦線を離脱した兄の、これモリが、ナチの沖で、受水自殺したという知らせがあり、 この知らせを受けたスケモリは大いに嘆き悲しんだ。すでに弟の平清爪が、文語国で、受水自殺しており、一の谷では14歳の諸森が打ち死にに、弟の平忠房は、これ森の戦線離脱の際に同行していたとみられる。また常に同行していた家人の平定義も、打宰府落ちの際に出家して一門から離脱した。スケモリは11月に、小白川に気楽と費を求める文を送っている。 清常とこれ森の受水を知った、県令門院右京大部から慰める手紙を受け取った、スケモリは、今はただ自分の命も今日明日のことなので、物を思うことをやめようという心境ですと返事を送り、兄弟の死について、あるほどがあるにもあらぬうちにな、捕獲憂気ことを見るずかなしきと読んでいる。これが、右京大部への最後の頼りとなった、同年12月、スケモリは、備前国小島で、 源の範頼りりと戦い敗北。元略2年3月24日、兵士は、壇の浦の戦いで敗れ、滅亡に立った。助森は、有森と、いとこの平行生と共に、壇の浦の急流に身を投じて自害した。去年25、ただし、第5雑誌期、人能性登録の首謀者には、助森の名はない。兵士一門の都落ち直前、密かに、 県礼モーイング兄弟部と会っていたスケモリは日頃からの口癖として彼女に以下のようなことを言い残している。この頃のスケモリは心の余裕のない様子だったという。こういう世の中になったからには自分の身が儚くなるであろうことは間違いないだろう。そうなったらあなたは少しくらいは不憫に思ってくれるだろうか。たとえ何とも思わなくてもあなたと親しくなって長い付き合いだから。 その情けで、後世を弔ってほしい。もし、命が、今しばらくあったとしても、今は一切昔の身とは思わないと、心に固く決めている。その訳は、それが不憫であるとか、名残が惜しい、あの人のことが気がかりなどと考え始めたら、思うだけでもキリがないであろうから。心弱さも、どのようであるかと割れながら自信がないから、今後は、何事も思い捨てて、どこの海にあっても、 あなたのところへ手紙を出したりするまいと、決心しているので、おろそかに思ってたよりもしないとは思わないでください。万事、もう今から死んだと同じの目になったと心を決めた、はずなのに、やはりともすれば、以前の気持ちになってしまいそうなのが、とても悔しい。参考文献、県霊モーイング兄弟部集新潮日本古典、修正日付イコール旧歴、ありがとうございます。